はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきです。今日もね、行きましょうか。ビットコインとリップル見ていきたいと思いますが、まあ昨日と引き続きね、ほぼほぼこうね、動きしてないような感じに見えますよね。見えるでしょ。もうこのチャートだけというか、相場だけ見ると、まあ、24時間変動比で 0.97 しかプラス、リップルでも 0.45 のマイナスみたいな感じで、ほぼ横横してる感じなんですよ、これだけ見るとね。ただ今日ね、結構この内容が大事で、大変なことが起こってました、実はね。それをちょっとね、紹介していこうと思います。これです。まあ、もしかしたらね、チャート見てた人は分かってるかもしれないですけど、まあこういう感じで15分足なんですけど、これ。まあ今日の朝7時ぐらいに、だいたいね、下げ幅でいくと、103万から99万、4万幅ぐらいで急落、バコーッと下がって、で、急騰。99万4000から103万まで同じような感じで、4万下がって4万上がるみたいな感じのことが起こってたんですよ。まあ、結果として横横なんですけど、まあ、こういうことが起こったと。で、まあ、結果的に見ると、まあ、プラス、ちょっとプラスみたいな感じなんですよ。で、1分足、ちょっと短期で見ますね。1分足で見ると、一応ね、これ25日線と75日線は今ちょうど上抜けたんですよね。だからまだちょっと上向きのイメージは強くなったんかなっていうイメージはできますけども、まあ4時間足とかで見ると、まあまだまだ25日線、75日線の下にいてると。まあこれがちょうどそのさっき言ってた、ドカッと下がってドカッと上がったこのね、ヒゲがすごい長いでしょ。これ、ちょっとね、僕のね、動画なんですけど、もうほんまに始めたばっかりなんですみたいな方もね、見ていただいてるので、ちょっと細かく説明しますと、まあこの、まあ、四角がついてるのが、これ、ローソク足って言うんですけど、この上に出てる線のことをヒゲって言います。上ヒゲと下ヒゲね。なんで、これ、ヒゲが長いとかって言います。うん。まあ、こういう感じでヒゲが長いのが出てきてると。さっきのね、急落と急上昇、急騰と、の感じですね。で、冷やしてみても、まだ75日線の下にいてると。なかなか抜けれずにって感じですよね。で、まあ、週足で見ると、若干の陽線が出てきてるんですけど、まあ、まだ全然、楽観視できないと。まだまだ下がる可能性はあるよっていう感じの、チャートになってますね。先にちょっとチャートだけバッと見て、なんでその急落と急騰があったかっていうのだけ後で説明しますので、ちょっと最後まで見てくださいね。あ、最初に言うの忘れてた。お願いがあるんですよ。もうね、トンネル登録していただいている方も全然いいんですけど、二度押しするとチャンネル登録外れちゃうんでね。はい。ぜひね、チャンネル登録ボタンだけ先に押しておいてもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。もう間もなく100名様でございます。まだまだね、先は長いですが、一旦その目先の目標として100名様を目指しておりますので、ぜひね、ご協力いただければなと思います。よろしくお願いします。ぜひ。チャンネル登録ボタン、赤くなってる方はね、ポチッと押して登録済みにしてもらえるとすごく助かります。嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ではね、続いてリップル行きましょう。リップルもね、まあこういう感じで急とバコーっとしたんですけど、まあまた落ち着いて、結果、まあプラマイで言うと、ほぼプラマイゼロみたいな感じになってます。まあこれもね、ほぼほぼあれです。ビットコインに釣られた感じですね。動き的に言うと。で、4時間してみても、まだ25日線と75日線の下側にいてて、陰線陰線と続いてると。なので、まだ全然下がるかなっていうところですね。まあ、これに関しても一緒ぐらいな感じですね。この、ずーっと言ってたこのトレンドラインね。若干抜けたんですけど、また戻ろうとしてきてしまってる感じですね、今ね。なので、まだ、もう少し、上に伸びる力は足らないかなっていう感じですね。なので、もしこの25日線が接近してきたら、まあ、その25日線に跳ね返されて、また下がってくるんかなっていう感じですね。はい。まあ、週足で見てももうほぼほぼ一緒です。25日線の今下側で、どんどん陰線で下がってきてる。ズルズルと下落されてるって感じですね。押し下げられてるって感じですね。なんで、このまま切り下げられて、どんどん下がっていくような、まあ、チャートに今のところなるんじゃないかなと思います。まあ、25日線がこのレジスタンスラインになると思うので、まあ、そこが、ま、要注目ポイントかなっていうところですね。はい。ではね、さっき言ってたね、このビットコインの、ここ。これがなんで今日起こったのかっていうと、まあ、
結果的に言うとクジラさんがね動いたんちゃうかって言われてます。でクジラっていうのは何かっていうと、よいしょ、さっきちょっとコインポストの方行こうかな。でね、今日仮想通貨市場と仮想通貨市況かで、29日のビットコイン市場は約3週間続く下落の流れを払拭できずに再び急落に転じるも、100万割れを回避して急反発と。で、まあ、下落分を打ち消す値戻しで上下に4万円触れるなど高いボラティリティ。これボラが激しいという感じですね。ボラティリティというのがボラって言われます。ボラが激しいわとかっていうのはボラティリティのことね。値動きっていう感じですね。はい。で、で、クジラさんなんですけど、で、クジラが動いてるんじゃないかっていうことなんですけど、クジラっていうのは何かって言いますと、結局その、大口の仮想通貨を保有している人たちのことをクジラって呼びます。要はクジラって大きいじゃないですか。なので、まあそういう巨体をイメージしたような感じでクジラって呼ばれます。まあこれギャンブルでも言われるみたいなんですけど、ギャンブルの、カジノとかでね、めっちゃ大きい金をハイローでボーンってかけたりする人のことをクジラって言うみたいです。まあ巨体、大きい体、大きい口をイメージして、そういう、まあ、大口の投資家とかのことをクジラって呼びますね、仮想通貨では。なので、まあ、そのクジラさんが、まあ、動いた結果こういう風に急落したんじゃないかという感じですね。ただそのクジラ、じゃあそいつらがなんか値動き操作できるんやん、危ないやんって思うかもしれないんですけど、ここにね書いてるんですけど、これで長期相場の操作はできないらしいです。できないと言われています。要は例えばですけど、その今、ビットコインが100、まあ今、4、5万ぐらいかな ?4 万ぐらいかな。で、それを、例えば、その大口のクジラさんたちが、80万ぐらいにしたれっていうことは、一瞬はできるんですよね。瞬間的にドンって下げることは可能。なんでかっていうと、その人らは、1000人ぐらいで、ビットコインっていうものの 40% を占有してるんですよ。なので、その人らが一気に売ったりとかすると、やっぱ価格は下げれるんですよね。ただ、瞬間的には下げれても、結果反発して戻ってくる動きになるので、長期的には価格操作はできないんじゃないかって言われてます。これね、長期的に見ればほとんど不可能だろう。ただほとんどなんで、できる可能性はなくはない。うん。0% じゃないよってことね。はい。なので、まあ、長期的相場サイクルでは、個人投資家と機関投資家が流動性を作っていると。要は、値動きを作ってる。ガソリンとかと一緒っすわ。ガソリンとかも、石油王さんたちが遊びで値段上げたりとかするわけですね。あれね、遊びじゃないでしょうけどね、あの人らが値段を動かせるわけですね。まあそういう感じで、まあ、個人投資家と機関投資家、要は大口の人たちが、まあ、ある程度その流れを作れると、下げようかなとか上げようかなっていう流れは作っていけるんじゃないかって言われてます。でちょっと説明文が消えてしまってるんで僕を小さくしますね。ほい。で、より多くのユーザーがこの市場に参入し、より多くの実用性を生み出していると。で、まあ、よって短期的な乱効果があったとしても、長期的に買いに入る最もいいタイミングを計測することは不可能ではない。私が見ているところは7000ドルから8500ドル区間だと。で、まあ、これはクジラによる短期操作は可能っていうことね。ただ、その、長期的には難しいから、その、買いに張るタイミングとか計測することは不可能ではないよっていうことです。そのクジラさんとかに思いっきりこう注意しすぎて買いに入られなかったりとかっていうことはないよっていうことですね。なので、まあ、大きく大まかな流れは作れるけど、長期的に見るとそこまでの威力は発揮しないよっていうことなので、そこはまあ安心してもらえればいいかなっていう感じです。はい。なので、まあ、今日クジラさんが動いたことによってこういう感じね、の乱効果が起こりましたと。ただ、結果的に見ると、まあ、横横した感じになっているっていう感じですね。なので、まあ、今日に関しては、ちょっと、応用的というか、難しい流れにはなりました。なので、これに関しては、ほぼほぼ気にしなくていいんちゃうかなと思います。うん。ああ、クジラさんが今日も活発やね、動いたね、ぐらいの感じでいいと思います。で、まあ、普通の、これをなしにして相場見たとしても、完全に横横してる感じ。にはなってますので、まあ、ここから、まあ、急落することは、そこまで予想はできない。ちょっと横横するんかなっていう感じはしますけどね。ただ、ずっと言ってるね、80万ぐらいの幅ぐらいまでは下がる可能性はあるので、
なのでそこは全然注意はしてもらわないといけないかなっていうところですね。注意というか注目しておかないといけないかなっていうところですね。なんで、まあ、90万から80万幅ぐらいまで下がった場合は、結構買いでもいいんかなと思いますので、そこに関してはそこ、着目しておいてもらって、あ、80万まで下がった、じゃあ買いやっていうのは全然ありかなと思います。ぜひ試してみてください。あと、リップルですね。リップルに関しては、まあ、まだもうちょっと下がるんかなっていう感じのチャートではありますので、まあ、ずっと言ってる30円台、前半も前半、31、32、もしくは20円台に突入したぐらいで、買い増しすると結構利益が得られるんかなっていうところですね。リップルもね、一時期350円ぐらいまで上がってるんですよ。この辺ね。突き足してみると、これで一回、まあ、400円弱ぐらいまで一回上がってるんですよ。で、そこからぐるーっと下がってきて、で、今33円と。10分の1ですよね。ねえ。だから逆にこっからするとね、500倍とからしいんですよ。0.1 円とか 0.2 円ぐらいからスタートしてるんで、そこから、一気に350円までいってるので、まあ、結構500倍で、要は100万円分持ってた人が5億円になってたりとかしたらしいです、この時はね。ただ今に関してはガッツンと落ちてきたので、まあ、100円目指して頑張りましょうよっていうところですけどね、今は。なので、まあ、こっからはちょっと下がってきてくれるんじゃないかなと思います。で、下がってきたら買い増しして、で、利益取っていくっていう流れが、まあ、ベストじゃないかなと思います。どうでしょうか。もしよければね、皆さんもぜひやってみてください。はい。ではね、ちょっと今日はまとめに入りましょうか。まとめに入りますと、まあ、ビットコインに関しては、まあ、完全に横横していると。まあ、ただ今日に関しては、ちょっと急降下、乱効果があったと。4万幅ぐらいで、15分足で見ると、1本ずつ、ドーンと陰線でドーンと陽線みたいな感じで、まあ、カンカンと V 字に回復した感じですね。で、一瞬90万円台には入ってます。ただ、まあ、それを嫌がったのか、高反発して、また103円台まで戻ってきてる、104万まで戻ってきてるという感じです。で、クジラさんっていうのは何かっていうと、まあ、大口投資家さんたちのことをクジラって呼びますので、これ覚えてもらったらね、結構いろいろなところ出てきます。うわ、クジラがまたやってるわ、みたいな話もしてはる人がおったりとか、そういうコインポストとかのニュースでも、今日はクジラがっていう、話が出てきたりするので、クジラっていうのは名前を覚えておいてください。はい。で、リップルですね。リップルに関しても、まだまだ全然下降の様相ですね。まあ、ちょっと横横してるんですけど、4時間足で見ても。まあ、ただその上に25日線、75日線の分厚い、壁があるので、そこを抜けきれずに、まだちょっとこう、ぐぐっと下がってくるかなっていう感じですね。はい。まあ、今日はね、こういう感じでございました。チャート分析に関すると。はい。いかがだったでしょうか。もしよかったらね、ぜひね、チャンネル登録ボタンと、ついでにね、グッドボタンを押してもらえるとすごく嬉しいです。グッドじゃなくてもいい。もうバットでもいい。まあ、とりあえずそのグッドバットボタンがあると思うんで、どっちかのボタンポチッと押してもらえるとすごく嬉しいです。どっちでも。これはね、僕の、勉強にもなります。例えばバットついたら、なんでバットやったかなって考えなあかんし、グッドいっぱいつけてくれたら、わ、嬉しいけど、そのグッドついた理由を考えないといけないし、いろいろ僕もね、動画を良くしていくために頑張っていきますので、それのね、お手伝いするためにもね、ぜひね、皆さんグッドボタンとバットボタンどちらでも構いませんのでね、ボタンを押してもらえればと思いますので、よろしくお願いします。パンパン。はい。なのでね、まあ、今日はこちら以上で動画終わりたいと思います。はい。最後までね、動画ご覧いただきましてありがとうございました。またね、ぜひ引き続き見ていただきたいので、ずーっと何回も言って、鬱陶しいかもしれないけど、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報を、どんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。